香港大学の学生が学長選任問題で学長のマー・ーフェイソンと李国章を包囲した事件に対し大学側は学生たちの行動を批判しました香港教員組合と香港大学同窓会はメールで学生の行動を非難した学長のやり方に反発し李国章が全責任を取るべきだと主張します。香港大学同窓会は 学長が警察に現場のビデオ映像を提供して学生を批判したことに対して批判は不当であり混乱を大きくしたのは理事長の李国章が学生との対話を拒否したのが原因であるとの見方を示しました。香港教員組合も声明を発表し今回の事件は両親英が李国章を大学の要職に強引に任命したのが原因で大きな責任があると主張しました。 香港大学の両麗国氏は一旦ストライキを中断し状況を検討してから今後の行動を決めると述べました。新東人テレビがお伝えしました。